これを受けての今の気持ちとですね、この申し入れに対してどのように対応されるか教えてください。うん、改めて現在の状況、県政になっているということにつきまして、県民の皆様、すべそれから、関係者の皆様に、改めて、ご心配、そしてご不安な思いを与えていることについて、改めてお詫びを申し上げたいと思っています。先ほど、自民党をはじめ、各会派の方から申し入れを受けたということでございます。内容についても拝見させていただきましたが、私の政治姿勢等に対する、大変厳しいご指摘をいただいたということです。私自身もそこはしっかり真摯に受け止めなければならないというふうに考えています。はい、この申し入れに対して、これまで、ちょっと応じられないというような姿勢を説明されておられましたけれども、今どのように対応されるか改めてお考えを教えてください。そうですね、私の今の思いとしては、今日の午前中のぶら下がりでも述べさせていただいた通り、文書問題に関する調査への対応、それから、これから9月議会始まります。今日発表させていただきましたけども、県民生活が暮らしの中で、お米であったりとか、物価が大変2割3割上がっている中で、我々としてはやはりそこは県民生活の皆様をお支えするために補正予算を提出していくということです。具体的には家計応援キャンペーンということで、プレミアム付きの、商品券的なものをさせていただくということを予定してましたり、あとはLP ガスの値上がりに対する支援をさせていただくということが中心になります。約100億円の補正予算を提出させていただくことになりますので、ここをやっぱりしっかり成立させていただくということが大事だと思います。それから来年度予算についての議論も今本格化してますので、そこがやはり県政を前に進めていくというために、議会からのご指摘は大変重いで、私自身もやはり全然至らない点、そして良くない点あるかと思いますけれども、それでもなおやはり県政を担わさせていただきたいという私の強い思いというもので、これからも政策をですね、県民の皆さんのためにしっかりやっていくということが大事だと思いますので、政策一つ一つについてはやはり私の県政、それから政治的な申し入れの中であった点は受け止めつつも、やはり一つ一つの政策というものは県民の皆さんにとって大事なものですから、そこをこれから一つ一つ県議会にもご理解いただきながら県政を前に進めていくということが私にとって大事だというふうに思っています。もう一問、先ほど午後のですね、議会運営委員会の中で兵庫県民連合からですね、不信任決議案の提案を考えていますということで、議会の方がいよいよ不信任決議案の可決に向けた動きが本格化しました。この決議案への動きですね、これについて、斉藤さんのお考え改めてお聞かせください。やはり私としては県民生活の安定や、それから物価などの皆さん苦しまれてますから、そこでやるべき施策ですね、それ以外も、若い世代の応援とか、そういったものをやっぱしっかりやっていくというのが私がやるべき、仕事ですね、だと思います。それから県民生活の安全を守るために、やるべきこと、それから防災ですね、災害がいつ起こるかわからないという中での災害への備えとか、そういったものをこれからも、斉藤県政としてしっかり担わさせていただきたいという思いではあります。つまりですね、不信任決議案可決されると議会解散か失職か、またはですね、議会の同意が得られれば辞職ということもあるかもしれませんけれども、今考えられているお考えで、可能な範囲で教えていただけるでしょうか。そうですね、不信任案が提出可決されれば、私としては法律にのっとって、さまざまな選択がありますので、それをしっかり考えていくということですね。幹事から以上です。何かご質問ございますでしょうか。関西テレビ。つまりなんですけど、不信任案が提出されることも現実に見てますけども、少なくともその前に自ら辞する考えはないというふうに理解してよろしいでしょうか。
私としては先ほど申し上げた通り、やはり9月議会が間もなく始まります。そこでしっかりと補正予算、県民生活の支えるための、予算を100億用意させていただこうと思ってますから、それはやはりしっかり審議いただいて、そして成立するということも大事ですし、それ以外にも来年度予算などに向けての対応をしっかりやっていくということが大事だと思ってます。その県政を前に進めるために必要な予算とか事業を伺いますけど、例えばじゃあそれを必要なことを決定されたら、その後はやめるとか、そういったなんかその選択肢とかっていうのもないんですかね。任期まではもう全うしたいという考えは変わらないということですか。そうですね、4年間の任期というご負託をいただきましたので、私としては4年間の任期を詰めさせていただくということが県民からの負託の一つの大きなポイントだと思います。白紙委任ではないという昨日ご指摘もいただきましたけれども、やはり私としてはこれまで若い世代の応援とか物価高騰への支援とか、県民の皆さんの命と暮らしを守るため、そして将来世代の応援のための施策をやっていきたいという思いですので、それをぜひ県民の皆さんにもご理解いただきたいと思います。じゃあ、MBS さん。はい、毎日放送の大海と申します。知事は文書問題の当初から続投の意思を示されていて、今も続投の意思を示されていると思うんですけれども、昨日の会見では涙されるような場面もあって、同じ続投の意思でも少しでも迷いとか不安とかそういったところがあったり、気持ちの変化はあったりされるんでしょうか。それは私も人間で一人のやっぱり斉藤元彦っていう個人ですから、昨日は感情がちょっと高ぶったというところで、大変申し訳なかったというのを思ってますけど、やはり日々の文書問題に関して百条委員会への対応もそうですけど、やはり緊張したり不安になったり、やっぱりこう思うことは当然ありますね。はい、それでもやはり私は知事として県政をやはり担わさせていただきたいという思いでこれまでやってきました。改めて昨日涙された時の気持ちっていうのを教えていただけますか。やはり自分自身への思いもそうですけど、やはり県民の皆さんに対して今の状況になっているということですね。やはり3年前にご負託をいただいたということで大きな期待をいただいてますけども、やはり今の状況というのは、そういった期待をいただいた方にとってはやっぱり不安であったりとか、心配をおかけしていると思いますので、そういった意味で自分の不甲斐なさというか、そういったものをやっぱり強く感じたということですけど、それでもなおやはり県政を担わさせていただきたいという思いはありますので、そこは県民の皆さんにご理解いただけるように自分としては努力を重ねていきたいと思います。一にはどういった方法で不安を払拭、理解を得ていきたいと思われていますか。やはりもう具体的にはやはり今回の9月議会もそうですけど、県民の皆さんの暮らしにとって、そして安全安心にとって大事な施策を一つずつ、これは県議会の今の状況ではまず難しいというご指摘もあろうかと思いますけど、それでも理解を得られるように一つ一つ私自身も含めて、あとは今県職員の皆さんも事前説明とか本当にこれまでもそうですけど本当に努力していただいてますから、そこに感謝本当にしてます。やはり政策というものの理解を得てやっていきたいと思います。お一人かお二人でお願いしたいと思っております。 NBC テレビの平野と申します。ご苦労様です。改めてにはなりますけれども、前会派からの辞職要請というのは極めて異例なことだと思います。この点についてどうお考えでしょうか。こういった状況になっているということは、やはり私の、努力、そういったものが結果としてやっぱり至らなかったということだと思います。県議会の各会派の皆さんにも、こういった思いを、それから今回の申し入れの内容についての、対応をですね、抱かせてしまったということは心から申し訳ないなというふうに思っています。その中で議会からの声として上がっているものとして、県政を前に進めていく予算案を詰めていくというお話の中で、
辞職を求めている議会と知事との間で予算案などの議論を進めるのは筋が通らないのではという声も上がっています、うん、この点についてはいかがでしょうか。大変重く重く受け止めなければならないと思います。改めて、そういった思いを抱かせてしまったということについては大変結果的に申し訳ないなというのを思っています。ただ私としては今回の9月補正予算もそうですけど必要な政策一つ一つをですね、ぜひ私自身と県議会が直接話ができるかどうかという指摘もあると思いますけど、県庁という組織ですから、いろんな形でお伝えをして、そしてご理解をいただけるように頑張っていきたいと思います。現段階で職を辞する考えもないという中で、不信任決議案が出されたケースは過去にありますけれども、首長が職を辞したケースはないというふうに伺っています。その点を踏まえても考えは変わりませんか。そうですね、不信任案が議決された場合に、いろんな対応をこれまでの地方自治体においてもされてきたと思います。私としては先ほど申し上げた通り県政を前に進めていくために、大変厳しい状況だということは承知してますけど、政策や事業一つ一つをしっかりと進めていきたいと思ってます。あと一人で申し訳ありません。 NHK です。NHK の上田と申します。よろしくお願いします。それから先ほどの発言の中で、不信任の話が言ってますけども、現実問題、今月19日から県議会が始まります。一部会派では開会日初日にですね、不信任決議案を出すということを検討している会派もあると取材では、分かっています。そうした中で今ほどその理解を得られるようにしていきたいということをおっしゃいましたけども、具体的にですね、この19日までの間に知事が取られる行動とかですね、実際議会に足を運んだりとか、どういった形でまずは議会の理解を得ようとされているんですか。先ほど申し入れをいただいたので、私自身としてはそれを重く受け止めておくという重く受け止めることが大事だと思います。その上で、これまでも私としては普段の、仕事の仕方から含めて自分なりにはやっぱりしっかり反省すべきとか反省して改めてきたというつもりです。今はですね、やはり9月議会に向けた政策、それから補正予算ですね、そこをしっかりご理解いただいて可決いただくと。でその後も県政としてやるべき事業政策というものを何とかご理解いただけるように、これは私それから県庁全体でしっかりやっていくということが大事だと思います、ね、ご理解をいただくための具体的な行動、知事の思いはすごく伝わるんですけども、具体的にどういったことをされるとか考えていらっしゃいますか。もう9月議会、迫ってますから、まず大事なのは9月議会の補正予算、それから、それ以外の条例をですね、しっかり成立いただくということが大事だと思います。これまで、事業担当の部局の皆様は一生懸命ご説明をいただいたということがありますので、そこをまずはしっかりやっていくということで、9月補正のご理解いただけるように頑張っていくということが大事だと思います。最後に県民の皆様へ一言いただきたいんですけども、それこそ今日午前中からですね、さまざまな各社報道で、兵庫県議会の議員、前回派全議員が知事に対して辞職を求めるという、異例の事態になってですね、県民の方もすごく不安がられている方もいらっしゃると思います。県民の皆さんに対してですね、不託という言葉をよくおっしゃってますけども、実際、不安だったりとか心配されている方もいらっしゃると思うので、県民の方に対する知事の思いとしてというかですね、メッセージじゃないかと思いますでしょうか。今日県議会から私に対して、職を辞するべきだという思い、申し入れがありました。これは事態としては県民の皆さんに多くのご心配やご不安を与えているというふうに思いますので、私としてはこれまで、3年間、自分なりに一生懸命やってきたというつもりで、今回の文書問題についてもさまざまな指摘がありますけど、法律上含めて一つ一つやってきたというふうに思ってます。しっかりやってきたと思ってます。そんな中で県民の皆さんにそういったご不安やご心配をいただいているということは、抱かしているということは結果的に本当に、申し訳ないと思ってますし、心からお詫びを申し上げたいと思います。その上でしっかりとやはり県政を、やはり物価高騰対策含めて大事なところですから、来年の予算も含めて
県民の皆さんのご理解をいただけるように私は頑張っていきたいと思っています。はい、はい、これで終わらせていただきます、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。根本前部長への調査は指示したんですが、イエスかどうかで一言だけ。これからしっかりと県政を前に進めていきたいと思います。やるんですか。すみません、時間ございますので、ありがとうございました。スクープや走るでニュースランナー。